腰が浮きすぎないように注意しながら両手を頭の先で手のひらを合わせますゆっくりと上体を起こし右膝外側に腕を伸ばしますゆっくりと元の位置へと戻ります上体が起こしづらい人は両手を前に伸ばすところから始めましょう